ビッグバン・アースデールは、アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した、元バスケットボール選手。インディアナ州インディアナポリス出身。1968年に誕生した、フェニックス・サンズのオリジナルメンバーであり、ファンからは、オリジナル・サンと呼ばれ、親しまれた。彼の背番号5は、サンズの永久欠番となっている。一卵性ソーセージの兄。 トム・バン・アースデールも元 NBA 選手である。リック・バン・アースデールこと、リチャード・アルバート・バン・アースデールは、高校、大学と兄のトムと共にプレーし、インディアナポリスマニュアル高校時代は1961年の、州トーナメント決勝まで導き、優れたバスケットボール選手に贈られる、トレスター賞をトムと共同受賞した。インディアナ大学卒業後、1965年の、 NBA ドラフトで全体10位指名を受けてニューヨーク・ニックスに入団。兄のトムもデトロイト・ピストンズから11位指名を受けており、一卵性ソーセージが初めて同時に指名を受けた例として話題となった。ニックスではルーキーイヤーからローテーション入りを果たし、12.3得点に4.8リバウンドを記録。トムと共にオールルーキーファーストチームに選ばれた。 二年目には、先発に昇格し、15.1得点7.0、リバウンドまで数字を伸ばしたが、三年目には、カジーラッセルとの出場時間争いに負けてしまい、11.0得点まで成績が落ち、このシーズン終了後に誕生した、フェニックス・サンズのエクスパンションドラフトにかけられることになった。サンズに入団したディックはここで、オールスター選手へと成長する。 入団1年目の1968から69シーズンには前期を大幅に上回る21.0得点6.9リバウンド4.8アシストを記録。ディックはサンズ最初の公式戦で最初の得点を決めゲールグッドリッチと共にサンズ初のオールスター選手となったことからファンからオリジナルサンの称号を与えられた。ディックはその後も3シーズン連続で アベレージ20得点以上を達成し、コニー・ホーキンズらと共に、チームの中心選手として、チームを牽引。1970から71シーズンには、キャリアハイとなる21.9得点を記録し、また1973から74シーズンには、オールディフェンシブセカンドチームに選出されている。サンズも、ビックらの活躍で、総部2年目には早くも、プレーオフに進出し、 1971から72シーズンには49勝33敗まで勝率を伸ばした。しかし好成績を残しながらもプレーオフは1969から70シーズンに進出した1回切りで、その後はプレーオフを逃し続け、ディックラにとっては我慢のシーズンが続いた。 49勝を記録した1971から72シーズンを最後に成績が停滞していたサンズは世代交代を推し進め、1975から76シーズンにはオリジナルメンバーはディックただ一人が残るのみとなり、サンズの最初期をディックと共に支えた、ホーキンズラはすでにチームを去っていた。1975年には新たにポール・ウェストファルト、アルバン・アダムスを獲得。 チームの主役はディックからこの若い二人に譲られた。1975から76シーズンのサンズは6シーズンぶりにプレーオフに進出。レギュラーシーズンの成績は42勝40敗と平凡な数字に終わっていたが、プレーオフでは粘り強い戦いで、シアトルスーパーソニックスとゴールデンステートウォーリアーズを破り、NBA ファイナル進出を果たした。 ボストンセルティックスとのシリーズは、史上稀に見る熱戦となり、特にトリプルオーバータイムまでも釣れた第5戦は、ファイナル史上最高の試合として名高い。サンズは、レギュラーシーズンの成績で遥かに上回る、セルティックス相手に奮闘を見せたが、惜しくも優勝はならなかった。ディックは1976から77シーズンを、最後に、現役から引退した。 NBA 通算成績は12シーズン921試合の出場で15,079得点3,807リバウンド、平均17.1得点4.3リバウンドだった。引退後はサンズのゼネラルマネージャーとなり、またその後もサンズのフロント職を歴任。現在は球団シにアバイスプレジデントについている。1987年には短期的だが、 ヘッドコーチとしてチームを率いた。なお、同じ年に NBA 入りを果たしたトムもディックと同じ時期に移籍を経験し、同じ時期にキャリアの前世紀を迎え、同じ回数オールスターに出場し、そして1976から77シーズンには弟のイルサンズに移籍。ラストシーズンを兄弟同じチームで過ごし、そして同じ年に現役から引退した。 ありがとうございます。